ブダンシングブレードパート1。皆さんこんにちは。なんでテンションが低い小島ほうこです。勝手にもも天使外伝お楽しみいただいてるでしょうか。いきなり登場したこのコーナーなんですが、クラブダンシングブレードというコーナーなんですね。毎回ゲストの方をお迎えしておしゃべりを、楽しいおしゃべりを楽しいかわかんないんですけど、おしゃべりをお届けしていきたいと思っています。第1回目のゲストはこの方です。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、緒方めぐみです。昼夜対応の本当にね。はい、主人公役だったんですけど、やっとお名前が決定いたしまして、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。君丸、君丸、君丸、言いにくい名前だね、はい、桃姫も言いにくかったけどさ、なんか桃姫ってなんか叫ぶと辛いんだよね。でも君丸もなんか負けず劣らずって感じだよね。辛いですか？辛いです。でも桃姫よりは言いやすいです、私は。あ、本当？と思ってちょっと安心している桑島ですが、改めまして緒方めぐみさんでございます。どうも。はい、ということでですね、どんな感じですか？やっぱり名前があった方が嬉しいですよね。やっぱり寂しいでしょ。なんか主人公、毎回主人公、緒方めぐみ。だけどさ、主人公って言ったってさ、俺主人公プレイヤーだから主人公って言ってるさ、実質上主人公ももちゃんじゃんね。おかしいですね。ねえ、まさに主人公っちゅうんかな。いつも思ったんだけどね。まあ、そうですね。ゲームの方から引き続き、見たり聞いたりしていただいてる皆さんは、どんな感想をお持ちでしょうか。君丸くんということで、はい、以後よろしくお願いいたします。よろしゅ。はい。そしてですね、はい、いきなりなんですけれども、はい、ですね、コレクションカードトークというものに挑戦してみたいと思います。そんななんか仰々しいものではないのですが、コレクションカード、なんか持ってらっしゃるファンの方というか皆さんは持ってらっしゃるんでしょうか。コレクションカードというのがあるんですね。その中に、好きなカード、桃姫とか主人公、まあ、君丸とはここに書いてないんですけど、お犬、猿吉、キジメという、5枚カードが並んでおりまして、その中から、好きなカードを選んでいただいて、はい、その裏に書いてあるテーマを元にお話を進めていきたいと思います。その5枚のカードの裏にはですね、はい、勝手に桃天使に関係のある言葉が書かれているという、どんな何か名前なのでしょうか。ドキドキですがです、ね、早速尾形さんに選んでいただきたいと思うのですが、はい、まあでもやっぱりここは桃ちゃんでしょう。ありがとうございます。本当にですね。いや、もう、桃姫だ、はい、裏はなんだ、なんだと思います。桃姫、はい、チャラーン、旅。お、旅、はい、旅っすか。旅は好きですか。好きです。一人旅、みんな旅、みんな旅ってことね。みんな旅も好きだし、はい、一人旅も好きです。あ、なんか一人でフラフラとどこかに行くのも好きだし、車を買ってからずっと車で一人で延々と。あ、一番遠くでどんなところに行ったことがありますか。一人旅、北海道かな、一人で行って、向こうで車なんか借りちゃったりなんかして、うん、そうね、その時はね、車は持ってない時だったんだけどね、いろいろ馬に乗ったりとか。いや、馬で回ったわけないけどな。のどかな旅を。小島は？私は一回だけ一人旅をしたんですけど、どこに行ったの？屋久島というところに。お、一人で行ったんですけど、ちょっともう時効だからいいんですけど、一人で行って、ちょっと寂しかった。なんか、すごい変わったところに泊まっちゃって、ペンションみたいなところに泊まったんですけど、なんか、本当に寂しくなっちゃいました。いつ頃の話それって、ちょっと前。ちょっと前。ついちょっと前だな。ちょっと前っていうか、去年とか、そのぐらいです。あ、そっかそっか。はい、なるほど。でも、屋久島っていいとこだよね。いいとこです。北海道もいいとこです。ああ、行ったことないんです、北海道。とてもいいところです。とてもいいところですか。はい。あら。一枚引いただけで、結構時間がかかってしまったみたいなんですけど。もう一枚行ってみますか？はい。いいんですか？大丈夫。OK って言ってます。はい。どれかな？どれかな？でもやっぱりそうするとだな、自分かな。主人公。はい。うわ、分岐点。一番難しい。なんでこんな難しいカードなの？
はい。分岐点。分岐点。分岐点。最近分岐点はありました？まあ、フリーになりましたから、私。そんな話を。アルプロダクションやめて。いいでしょうか。分岐点だね、はい、分岐点ですか。分岐点でしょう、やっぱりね、いろいろね。うん、はい、まあ、事務所の秘密はね、ここでは喋れないのでね、またあの、後で酒でも飲みながら、こそっと話しましょうか。いやいや、違う。ということで、なんかドキドキするようなところで、はい、なんか話をまとめなければいけないでしょう。こんなボロボロでした。どうも。すいませんでした、はい、そろそろ締めさせていただきたいと思います、はい、まだドラマはあるんですよね。はい、あの収録もまだこれからあるらしいので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ということで、第1回目のゲストはきみまる役の尾形めぐみさんでした。ありがとうございました。さて、あの時の分岐で別な答えを選択していたらどんなドラマになっていたのでしょうか。それではもう一つのドラマ、龍の花嫁編をお楽しみください。